皆さんこんにちは。個別指導塾キャスター塾長の小林です。中橋です。はい、今日のテーマなんですけども、夏に不合格が決定する受験生の特徴ということで、今日は4つお話をしたいと思います。まあ、ちょっと厳しい話にはなってしまうんですけれども、この動画別に夏休みに出してるはずじゃないと思うんですよ。夏休み前に出してるので、例年こうやって不合格が決定していく人が多いから、それを避けましょうねという話になっております。まあ、ぜひ受験生の方はよくね、心に留めておいてください。またはね、高1、2生の方はこういうね、受験生にならないように、まあ、今年1個の模擬演習としてしっかりね、夏休みを過ごしていただきたいと思います。まず1個目ですね、英単語ができない人、要はですね、いろいろな理由あると思うんですよ。部活が忙しかった、学校の課外活動が大変だった、理由はいろいろあるから、別に皆さんのモチベーションだけが問題だとは言わないですけど、ただやっぱり夏休みに英単語が終わっていない人、要はターゲット、資産レベルの標準的な単語帳ができていない人は、残念ながらやっぱりいい大学にはほぼ受からないですね。もしくは自分が志望校としている大学にはほぼ受からないケースが多いです。ごく一部ね、超進学校に通っていて、科目数も後からガッと3科目に減らして、間に合わせちゃうって人もいなくはないけれども、基本的に夏休みの間にこれが終わっていないっていうのは残念ながら、もういい判定どころの話じゃなく受からない可能性が高いと言って過言じゃないと思うんですよ、ね。次、2つ目なんですけども、これ数学選択者の方だけなんですが、夏休みに数1への網羅系をやっている人。これは文系だろうが理系だろうが、もうその黄色信号じゃなくて赤信号どころじゃなくて、もう通行止めですよね。かなり厳しいですね。そう、ただ世の中の受験生は、よし、夏休みの勉強だ、基礎問題成功、青チャート、黄色チャート、フォーカスゴールド、ニューアクションレジェンドやってる人いるじゃないですか。いや、めっちゃいますよ。冷静に考えてほしいんですよ。で、この人たちがね、頭が悪いとか言いたいわけじゃなくて、つまり計算ができてないんですよ。例えば1問何分で解けるとするじゃないですか。はい、じゃあ青茶だったら、例えばね、全部やったら1000問あるってことは、かける1000、ざっくりでしょ、1000して、やっと1周、で復習もするって考えたときに、夏休みから残り、じゃあ7月、8月、9月、10月とかって計算していくと、普通に、あれ2B、いや、ベクトルいけないで多分入試だなみたいなのが分かると思うんですよ。分かるんですけど、多分それをちゃんとしないで、とりあえずなんか学校から配られてるし、やっとけばいいんでしょみたいな感じでやっていくと、やっぱりこれ不合格も、その行動を取った瞬間に決定するので、よく気をつけてほしいんですね。であれば、例えば、勉強遅れてることは理解するけど、じゃあ問題集なるべく薄いのにしたりとか、例えば学校で1回解いた問題があるなら、もうその復習で、例えば 1A は済ませて 2B をやってとかっていうふうにしたりとか、工夫をしないと、要は他の受験生と同じようにボリューミーな勉強できないわけですから、今の自分の立ち位置を考えて勉強をしてほしいんです。ただそれをしないと当然ね、遅れてるわけですから、不合格決定してしまうということになります。3つ目です、夏休みの間に範囲学習が終わらない方です。これはですね、結構なんていうんですかね、理科とか、に多いんじゃないかと思うんですよね。そうですね。社会は極端には無理やり終わらせることができるので、それ勉強になってるかどうか別として、よし、もう残り時間ないんで、残り あの2週間でスタディサプリを全部2倍速で見ます、みたいな。範囲は終わったけど、覚えてないよねっていうのはあるんですけど、ただ理科だとそんなことすらできないじゃないですか。そう、問題解く時間が必要ですからね。ってなると、やっぱ夏休みに範囲が終わっていないと、やっぱ相当きつい。ね、厳しいですね。はい、もちろん例えばですね、理科1科目でいいよってことだったりすると、例えばちょっと物理終わりきんなかったけど、力学と、電磁気の半分ぐらいまではそれでできるようになったから、残りの期間で他のねとこやっとけばどうにかできるという人もいると思うんですよ。ただいわゆる2教科だ、物価って必要な人で、かつ難関で目指してる人が夏休みに範囲が終わらないと相当厳しいですね。いやもうね、ほぼ無理って言っていいと思いますね、やっぱり。だから例外としては、すいません、英数だったら、すいません、もう合格点取れてるんですっていう、そういう人ですよね。一部いらっしゃいますよね。そう、ごくごく一部だから、例えば公立の学校とかで範囲は超遅いんだけど、英数はめちゃめちゃ固まってて、もう東大模試とかでもしっかり取れるみたいな。あとは本当物価との時間の問題、計算さんの場合はどのようなことあるんですけど、大概そんな子超レアなんで、そう、はい、本当にね、少数しかいないし、そういう人は別になんかこういう動画見ないで頑張ってるんで、多分、そうです、だから逆に言うと、こうなんないためにはどうすればいいかというと、当然その夏休み前とか、なんなら高3になるときに範囲が終わるように計画的に勉強していればいいんです。ただもう受験生だよって方の場合、やばいじゃん、もうね、6月だよって人も多いと思うので、じゃあ夏休みに入る前も、もう全力でどんどん範囲を進めていかなきゃいけないよとか、例えば、これはね、不本意かもしれない、今の段階では。だけど、
明らかに間に合わないことに時間を浪費するなら科目数を減らすことも選択肢だと思うんですよね。いや、ありますよ本当に。そう、例えばだから今本当理科2科目やろうとしたらどうしようもないけど、いや物理だけに絞れば、科学だけに絞れば、ね、まあ、理科大とか受けられるとかありますから、うん、そういうところに、ね、シフトするとかって考え方も個人的にはありかなと、うん、あとは国公立だとしても例えばその確かにね共通テストでは2科目だけど、うん、二次試験だと1科目でいいケースは結構多いじゃないですか、うん、で別にそれがなんかそのなんていうの本当に入りやすくて、ね、誰でも入れる大学じゃなくて、うん、普通に共通テストボーダーで7割以上とか求めてくるような普通に難関大学だとしてもそういう学校はあるわけじゃないですか。全然ありますね。そういうところにスイッチするだけでも、うん、実は合格確率がぐっと上がったりするので、うん、そういう作戦はぜひね考えてみてほしいと思います。はい、はい、次最後4つ目なんですけども、まあ、これも言いたくないんだけど言うわ。あの1日5時間勉強できない受験生、はい、でいや本当は10時間とかやってほしいんですけど、うん、あのやっぱ5できない人は、ね、きついわ。いや、まあ、確かに5できないは厳しいですね、はい、夏に、でね、ただね今までやってないことが覚醒するんですよ。いや夏は受験の天王山とか言って覚醒して1日4時間とかやるんですよ、うん、やったぜ先生今日3時間やっちゃった4時間やったみたいな、いやお前さみたいなそれ終わったぞみたいな、それじゃ間に合わない。何が問題かっていうと例えば学校の課外とかがあって、うん、今日5時間しかできませんでした悔しいだったらまだいいんですよ、うんうん、ただその3時間4時間やったことに達成感を感じちゃってるんですよね、うんうん、よし俺今日4時間やってやりましたよみたいな、うん、それがやばいんですよ。それはやばい、確かに、うん、そう、そのままいくと多分直前期も 4,5 時間やって今日もやってやったぜみたいな、賢くなったぜみたいな、もちろんやんないよりはいいんだけどもうちょっとやらないと、やっぱりね、うん、まあ、ある一定以上のレベルからためにはやっぱ必要ですよ、はい、このぐらいを最低で考えてほしいのは、うん、まあ、1日5時間勉強すると週に35時間なんですよ、うん、でさっき言ったようにじゃあ7月8月9月10月11月12月、うん、6ヶ月なんでね、週に35時間勉強すると、うん、月に大体、1ヶ月で、まあ、4週間と考えると、まあ、140時間ぐらいありますから、うん、でその140にまた6をかけると大体ですね800時間ぐらいですね取れますね。だ1000時間に及ばないんだけども800時間ぐらい取れる。だけどもうちょっと直前期頑張るとか1月以降の時間も使うって考えれば、うん、まあ、ざっくり5時間と1000時間なんですよ。そうすると、うん、まあ、ぶっちゃけ1000時間の勉強で受かる有名大学はないですが、うん、例えば皆さんが実は高1の頃からちょっとはなんか塾行ってやってたよとか、うん、一応学校の宿題とかもやって、まあ、多少の、ね、学力あったようだと、まあ、なんとか合計すると2000時間いくかもなみたいな。そうですね、1800ぐらいの子はいますよね。そう結構ね、ってなると例えば本当有名大学でいうとマーチとかあのカンカン同立とかの可能性が受かると言ってませんよ、可能性がちょっと出てくるんですよね。そう、出てくる子はいますよね。そうです、そうです、出てくるんですよ。ただ明らかにじゃこうやんない、1日3時間になるとその5分の3ですから、まあ土台厳しいですよ。まあ厳しいですよよくて1000時間ぐらいですかね。そう、よくて1000時間みたいな感じになってくるんで、うん、それは受からないよということになってくるんですよね、うん、確かにそうですね、はい、うん、なので、まあ、このあたり夏休みちょっと注意してね取り組んでいただきたいなと思います、うん、まあ、ここからね学校にもよりますけど、まあ、テストがあって夏休みにこうどんどん突入していったり、まあ、私立の子なんかだとテスト休みがあったりして実質もう夏休みは早いですみたいな子もいると思うので、まあ、しっかりとね勉強時間確保して取り組んでほしいです。特に大事なのは7月って途中からじゃないですか。で8月は結構フルに休める人もいると、違う、ね、学校の人もいると思うんですけど休む人もいるんで、やっぱ8月を本番として7月はですね前哨戦だと思ってもう限界までもうね、やりきるだけやって1日15時間でも16時間でもやってほしいなというふうに思っております。はい、じゃあせっかくなんで中橋さんからなんか夏休みの心構えありますか。まあでもやっぱりすごい当たり前の話で夏休みって時間がたくさんあるんで、まあ、ちゃんと朝早く起きてくださいねっていう話で間違いない、うん、でもこれ意外と大事でやっぱりじゃあ夏休みこのじゃあさっき勉強時間少ないですよとかっていう人が、うん、じゃあ何してんのかっていうとやっぱ昼ぐらいまで寝てるんですよ絶対、うん、なのでやっぱりなんだかんだちゃんと朝早く起きて行ってたら、まあ、なんだかんだね3時間4時間で終わるってことはほとんどないと思うんですよね。なので、まあ、実は生活面とかが、まあ、その足を引っ張る原因にはなったりするかもしれないから、まあ、そこはぜひ頑張ってくださいっていうところありますね。そうですね、はいはい、ぜひねそのあたりは気をつけてほしいと思います、うん、はい、あとねあの内職勢の皆さん、うん、ね、あの夏休み内職しなくていいわけですから、うん、昼間にちゃんと起きて勉強しましょうということですね。そうですね、はい、はい、まあ、たまにいるんでね、うん、うん、まあ、ね、当塾にも いらっしゃいますので。そうです、昼寝ちゃうっていうか。そうですね、逆に、はい、学校は睡眠時間、夜は家で勉強みたいな、ね、そうそうそう、はい、あのまあいいんですけど別にね、うん、夏休みはしっかりしましょうね、はいはい、というわけで本日は以上です。最後にご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。